こちらイギリスのサンダウンパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはジャズリーセス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジャズリーセス花に立ちます。その後ろからはシーユリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはサドラーズガバナー、13番ダイタクヘリオス、その後ろアルカング、どうやら後方からの競馬では。前の方からセルカーク先手を取りました。その隣にジャズリーセス、クラシックトップ、そのうちに続いています。赤の帽子サドラーズガバナー、その後ろダイタクヘリオス、いい位置です。内からはゾーマ、緑の帽子シユリー、その後ろ、その隣にフィンランドピナクル、並んで9番ソシアル K ポイント、エグジットトゥーノーウェア、この馬もこのグループ、オペラハウスすぐ後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。では前の方からセルカーク先手を取りました。並んで7番カリスマディバイン、クラシックトップ、この馬もこのグループ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ1番セルカーク、カリスマディバイン、ほとんど差がありません。クラシックトップ3番手、大外からオレンジの帽子ダイタクヘリオス、伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス先頭、2番手はシユリー、あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ。ダイタクヘリオス差を広げる。2番手はシユリー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダイタクヘリオス1着、2着はシユリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭は河内サンド、河内サンド先頭、2番手はボングリーン、河内サンド粘る。2番手はボングリーン、やはり強い。河内サンド、河内サンド、河内サンド1着、2着にはどうやら成田はやぶさ、河内サンド見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は名勝ホムラ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は栄光トランス、あと 200m 名勝ホムラ先頭だ。残り 100m 名勝ホムラ粘る。一気に北芝スペイン、北芝スペイン、北芝スペイン1着、2着にはどうやら名勝ホムラ、北芝スペイン見事1番人気に応えました。Thank you.
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。最後の追い比べ、先頭はパフェセキト、パフェセキト先頭、残り 100m、 パフェセキト先頭、当選レコード追いすがります。先頭はパフェセキト、1着でゴールイン、パフェセキト1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、パフェセキト。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った、待ちかねマスク、待ちかねマスク先頭、2番手はサラトガウェザー、残り 200m、 待ちかねマスク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい、シファイバー差し切った、シファイバーもう一伸び、シファイバーゴールイン、シファイバー1着、2着にはどうやらサラトガウェザー、1番人気に応えました、シファイバー見事です。